さあ、先週ね、ゴリラ&モンキー2台紹介しましたが、まあ最初に言った通り5台あります。まだあるんですよね。じゃあちょっと中行ってみましょうか。はい、飛ばせー。天気が悪い。天気悪くないです、今日全然。もう腰はいいです続きまして、これがカスタムモンキーで、2006年06のカスタムモンキー、リミテッドモンキーですね。でこれはカスタムしてあるからといって中古なわけではない。ない。でこれです。カスタムポイントはどこになりますか。まずマフラー。マフラーですね。吉村入ってますね。吉村ですね。ヨッシー入ってますよ。ヨッシーが、で、そしてロングスイングアーム。あ、スイングアーム伸ばしてるんですね。はい、木島さんの。おう、でこれも多分そうですね。サイドカバーも。カバーもそうですね。で、ショックも買って。ショックも違うんだ。あとシートもなんか黒いシートが変えてますよね。変えてます。細い。あとホイールと。全部ホイール。あ、アルミですか。でタイヤも一緒に新しく変えてますので、これやっぱりこのアルミだから、これももっとバフィングすればもっとピカピカになる、でグリップ、ね、多分ミラーもこれちょっと、ね、ミラーも変えてますね、きっとね。あとステップと、あ、ステップもそう、はい、シフトレバーも全部変わったり、新品パーツ でこれやっぱこのオーナーのこだわりで、ええ、カスタムしてあるんだけど、オリジナルパーツ全部取ってあります。あ、ノーマル部品あるんですね。ノーマル部品ある。これ結構ほら、やっぱこういうのコレクターアイテムってさ、ノーマルパーツあるかないかでさ、全然変わってきちゃいますからね。だからやっぱり使いもしないのにノーマルパーツってあっても、なんかね、邪魔になるもんじゃないんですよね。でも、それってこの人、使いもしないのにカスタムしたんですよね。そうなんですよ。だからもう本当に、なんですか、別にエッチするわけでもないんで一回コンドームつけてみたみたいな、そういう感じですよね。そうですね。ね、試しにつけてみたら、試しにつけてみたら、試しつけてもね、試着って感じですね、試着で試しにマフラー変えたらどうなるかな、試しに何つけたらどうなるかなって。でも変えたんだけど音聞いてないはずなんですよ。だってエンジンかけてないんですよ。でもうプラモデルですよね。こうなってくるとちょっとバカなんじゃないかなと思う時あるんですよ、ちょっとね。なんかね、おー、でもすげえなー。でもね、プラモ感覚なんだね。でもなんか分かるな。だってこんだけさ、自分で持ってたらさ、俺もさ、1台ぐらいはさ、こうやってやっとこうって思いますよね。そうですね。いや、いいなこれな。でもな、面白いな。これタイヤも全部変わってる。変わったんです。ね、タイヤも違いますね。レーシング。あー、あ、そこそこ。ね、レーシングタイヤ入ってますね。おー。もうやっぱかっこいいね。でもこのごついのもいいけど、やっぱこういうのもレーシーなのもいいですね。うん、なんか俺これ好きやっぱりこれ欲しいよ。エントリーナンバー3カスタムモンキー。カスタムモンキー06年、ノーマルパーツございますございます。これやっぱ130万ぐらいいっちゃうな。これね、あ、そのぐらいいっちゃいますかね。これ130万円にしましょうよ。だってもうやったら大変だもん。これだって変な話、カスタムパーツだけでも結構なお値段したんじゃないですか。パーツも、まあ、今となってはお宝パーツも、いや、もうなんだでそこそこお金かかってますからね。そうですよ ね。だからいいんじゃないですか。でもどうだろう、130万ぐらいでいいのかな。120万ぐらい、ね、じゃあ120万円だ。これも120万円スタート。エントリーナンバー3、はい、ね、カスタムモンキー、オイラのマシンバッチリ。おう、これはもう2台一気に行きますか。じゃあね、行きましょうか。ね、あ、この手前にあるのが前回紹介してない。はい、これがモンキーですね。うん、06のモンキーの
クロームのやつですね、このリミテッドですね、うん、で、こっちがゴリラ、こっちは99年の、あ、そうか、ということは最初にこの旧ゴリラがさ、この前紹介したやつもこれも99年なんだ、あ、2台とも、はい、そんで、このもう一度おさらいすると、この96の金玉が、これが一番古いってことね、金玉ね、そうなんだ、ゴリラは99年で、これが、モンキーが両方とも06ということね、あ、ゴリラは全く同じのが2台あるってことですか、全く同じですね、だからモンキーはだから同じなんだけど、カスタムモンキーと、うん、金モンキーと銀モンキーと、ね、これはまたすごいです、走行 500m、 これも 500m です、これはゴリちゃん、ゴリちゃん、ゴリちゃんはゴリちゃん、ゴリちゃん、これ900m ですね、おお、はい、すごいですよ、ね、どっちもこう見ると、あ、で、そうか、でこの前もそうですけど、ゴリラはやっぱメッキ、フレームのメッキクロームかかってて、うん、で、モンキーの方はかかってないんですね、でこれはこの前紹介したのと違ってシートがツートンですよね、上が黒で下がグレー、金ちゃんは黒シートで、銀さんはツートンシート、はい、でも全部黒もいいな、俺な、でもなんかこれどんどん見てるとまたバカだから一台欲しくなりますね、これね、俺あのカスタム本気欲しいな、あれいくらからでしたっけ、120万、 いかがですかお客様、そうですね悪い話ではないですねなんですぐ自分で欲しくなっちゃうなんかさ、すごい欲しいわけじゃないんだけどさ、お宝ってさ、なんかさ自分で一台押さえたくなりますね、うん、なんかこのなんか貧乏ったらしいその根性根性ね貧乏根性が出てお前が渡すんだって俺が一台持ってこなみたいな、なんかね育ちが悪いって嫌ですねこれね、ほんとねゴリラ、ゴリラはゴリラでいいな、なんかゴリラはこのクランプがついてるからハンドルとかいじれるから、これはこれでいいな、でもなんか いいね、バイクっぽくてね、はい、楽しいな、あ、ゴリちゃんこの前いくらするの、110万円、じゃあこれも110万円ってことでいいですよね、はい、ね、で、じゃあこのモンキーちゃんもこれも110万円、あ、ね、ほうほう、はい、でも分かりやすいでしょ、はい、ね、で、あとはもう皆さんの心意気です、どれくらい、じゃあ私僕115万円で買おうかなとかね、もうどうしても110万円でくださってくださいとか、まあ、いろいろ重いですからこれ、はい、ちょっと整理しましょうか、はい、エントリーナンバー1番が金玉が、金ちゃんが、金ちゃん130万円130からですね、はい、130から、そして、はい、カスタムモンキー、はい、カスタムモンキーが120万円、120で、あとが全て110万円スタート、まあ、モンキーもゴリラも、ゴリラ2台にノーマルのモンキー、おー、やっぱ金ちゃんはそう言ってみて、金ちゃんやっぱね高いですね、高いですね、やっぱね、これ一台ね、これも一台こっちに置いてね、これは金ちゃんちょっと違うんだ、これですね、なんか次元実的にはでもこれ乗るとなると気使いますね、これね、一切傷つけたらアウトだもんね、まあ、この思い切ったの作りましたね、だってハンドルまで金メッキでしょ、そうなんです、ハンドルまで金なんですよ、で金と黒でバランスいいですよね、いいですね、かわいいんですよ、これはやっぱりあれだな、
ってるだ。持ってるんですね。乗らないですから。これはちょっと乗っちゃいけないかもしれないですね。乗っちゃいけないかもしれないですね。金ちゃんは。金ちゃんは、でも組み合わせとしてはゴリラも、そうですね。だからどうなのかな。どれも1、2、3台欲しいような感じがするんですね。やっぱゴリラ1台、はい、で金ちゃん1台、でカスタム1台で、この2つ取っといてこれに乗るみたいなね。うん、ね、バカですね、考えがね。もうね、いらないですよね、3台ね。こんな人に乗ってもらいたいとかあります？いや、もう本当大事に、していただける人であれば、もうどなたでも。そうだよな、せっかくこんだけさ、長い間さ、大事にさ、新車の状態で、そうですね、うん、でもさ、俺としてはさ、大事にしながら乗ってもらいたい。そうですね、できれば、ね、乗り物ですからね、いただければなと、うん、乗ってもらいたいっていうのがいいですね。オートバイはどうやって運ぶっていうか、まあ遠くの方でしたら、あの送ってもた、そんな大した金額にならないね。お届けできる範囲であればお届けします。あ、そうですか。できれば、まあ、実費代ぐらいはちょっといただくかもしれませんが、じゃあそれはご相談ってことですね。ご相談していただければ。納車のあれはあんまり遠かったら、あの陸送しちゃった方が安いですね。そうですね、あのだからさ、じゃあどうしよう、この1都6県とかさ、あとは静岡とか、そうですね、あとなんかそこに可愛い子がいたり美味しいものがあったりするんだったら、俺とこ送っていくっていう、はい、そういうような。あ、なるほど。まあ、名古屋ぐらいまで行っちゃったら、名古屋行く、名古屋じゃん、名古屋行く、偉いな。名古屋は俺は行かないです。いや、でも名古屋友達いっぱいいるから名古屋も行こうかな。名古屋も。じゃあまあ近くだったら行きましょう。行きましょう。僕らが行くんだからちゃんと接待、ご接待してくれたんですけどね。あの、陸送代は安いけど、今まで飲み代で買ったんですね。はい。じゃあ皆さん、ね、この5台、お宝5台、1つよろしくお願いします。